か。いや、何も起こってないんだ。信じられないかもしれないけど。お、目が覚めたか。そんじゃ結論から言うぜ。周りを探索してみたところ、これまでの2つの元凶から見るに入り口を担うものがあるはずでござる。まだその時が来ていないということでしょうか。つうことはもうちょっと待つ必要があるってことか。そうです。それにフィッシュルがいません。彼女はきっと私たちより先に入り口を見つけたいと思っているはずです。もう少し待ってみましょう。元凶に、いえ、フィッシュルに時間をあげるためにも。浜辺に何か落ちてるみたいだぞ。一冊の本、隣には、ふむ、カラスの彫像のようでござるな。この彫像、なんかオズに似てるような。なぜ一緒に現れたのでしょう。まさか彫像がこの本を持ってきたとか。これなんだろうな、日記か。どれどれ、聖国の栄章、聞いたことのない本ですね。あ、見ろよこの表紙。まさかフィッシュルが書いた本か。言われてみれば確かにあいつが書きそうな本だな。聖国の栄章、いい。何やら神聖なものを感じる名前でござる。どうする、触ってみるか。まだ帰ってきていませんが仕方ありません。先に見てみましょう。もしフィッシュルがこの本を見つけたら、きっと私たちを探しに追いかけてくるはずです。そうだな、日記を誰かに覗かれるようなもんだし、絶対入ってオイラたちを止めに来ると思うぜ。今の国民にその記憶はないが、学者は知っている。生徒時代より約600年前、混沌の時代に皇女殿下がこの世に現れたことを。え、まさかのナレーションですか。さすが本の中の世界だぜ。防白が物語を語ってくれるなんてな。道が途切れてて先に進めなそうだぞ。あそこに装置があります。まるで私たちが近づくのを待っているかのようですね。オイラ思ったんだけど、なんか全体的にあからさますぎないか。聖国ですからね、多めに見てあげましょう。それもそうだな。それにこんなに見え見えってことは、本当は誰かに気づいてほしいってことだろうし。さすがフィッシュル、こんなところで恐ろしく素直だな。彼女は生き霊を憐れみ、彼らが苦しむ姿。見たくなかった。故に。進化は皇女殿下の力をあがめ、彼女の呼びかけに従った。後に幽夜浄土と呼ばれる神聖なる国へと移り住んだのだ。かなりしっかりと作られているようです。悪くありませんね。我らは聖国を作り、皇女殿下を至高なる人と仰いだ。また歯科や演劇、冒険などを国に持ち込み、幽夜浄土の輪郭を作り上げた。パイルチャールのお兄さんが巧妙して、
そして雨が止んだ時、皇女殿下は天の階段を降りられたのだ。臣下たちは殿下が放つ最上の栄光を目にしたのである。雪を前立った。え、おとなしく仕上がる。この瞬間お前ドドン、分身の術。誰か助けてください。助けを呼ぶ声、一体誰だろう。こちらです。助けてください。これって彫像だよな。そんなこと言わないでください。私は歴史とした竜夜浄土の騎士で、レオンと申します。騎士？全然そんな風には見えないけど。見えませんか？まあこの際それはいいでしょう。しかしヨガラス騎士の鎧を設計し支給してくださったオズバルト様のことは聞いたことありませんか？オズバルド・ラフナビネス、オズのフルネームです。メギストスの方がまだ言いやすいな。うむ、拙者もそう思うでござる。は、みんなそう言います。皆さん楽しくおしゃべりされているところすみません。邪魔するつもりはないのですが、この先の扉が施錠されていることを皆さんご存知ないですよね。ああ、確かに知らなかったけど。親切なあなたたちが私を助けてくれましたら、扉の開け方を喜んで教えましょう。そういうことでしたら助けてあげましょう。英雄たちよ、心より感謝いたします。扉を開ける合言葉は、我が民に自由を与え古き法則にとらわれぬようにです。どうかお忘れなきよう。我が民に自由を与え古き法則にとらわれぬようにか。
対処期間、各領主たち、忠実な夜ガラス騎士は塔に登り、皇女殿下に忠誠を誓う。鮮やかな紫色のドレスに口づけすることをこの上ない栄誉であると思った。行き止まりみたいだな。本が一冊あるだけだ。さっき聞こえたのっておそらく本に書かれてる物語だよな。なるほど、署名にあった聖国は雄野浄土のことのようですね。この本は民の視点から皇女殿下を賛美しているのでしょう。最後のページまでめくってみたが、この物語にはまだ続きがあるようでござる。続きはどこにあるんだ？それは探索を続けるしかないであろう。それより読み終わった本は閉じた方がいいと思うでござるよ。おや？場所が変わったようです。ただ浜辺に戻ったわけではなさそうですね。ここってモンドの家みたいだな。ごきげんよう、いたたあたき。愛しいエミちゃん、ステーキと漁師トーストを作ったわよ。さあ、温かいうちに食べましょう。あは、母上。あらら、私ったらうっかりしてたわ。断罪の皇女よ、何時は気づいていたか。今は昼下の時であることを。ええ、もちろんよ。ああ、窓からの眺めがなんと美しいことか。皇女に皇后よ、断罪の皇帝であるよと共に野垣に興じようではないか。ええ、喜んで。その、みんな何か言いたいことはあるだろうけどさ、単刀直入に聞くけど、エミちゃんってフィッシュルの本名か？だろうな。それからさっき聞こえた2つの声は。どうして私を見るんですか？失礼かもしれぬが、そのメギストスとは本当にお主の名字でござるか？まったく、私をバカにしないでください。先生術師である私のフルネームはアストローギスト・モナメギストスで間違いありません。すまぬ。長いな。この名を持つことができるのは天才だけなんですよ。どういう理屈だよ。それより先ほどのあれ、どう思いますか？一つ確信したのは、本を閉じることも元凶に変化をもたらす一種の方法なのでござろう。でもフィッシュルの家族まで彼女に付き合ってあげてるなんてすごいな。いつもあの調子だったわけではないと思いますよ。あの声の感じからして多分幼少期の思い出かと。大きくなってからも同じかどうかは分かりません。モナはよく知ってるな。友達なんだからこれぐらい当然のことです。フィッシュルは今どこにいるんでしょう？先ほどの話では出かけると言っていた。様子を見に行ってみるでござるよ。何か手がかりが見つかるやもしれぬ。あ、戻ってきたみたいだぞ。いや、待った。どうして戻ってきたんだ？まだ物語の途中だったよな。この感じ最悪です。まるで先生術の教本を買った後に偽物だと気づいた時や、夕食の途中で財布を忘れたことに気づいた時みたいです。うーん、あー
人ともかなりショックを受けてるみたいだな。各有拙者も読んでいた本が打ち切りになるのは好まぬ。そりゃ誰だって嫌だろ。みんなもう一回元凶の中に入ってみようぜ。おう、それもそうだな。すぐ出発しよう。ん？何も起こらぬな。場所もそのままでござる。あれ、さっきまで入れたのにどうして入れてくれないんだ。どういうことですか。せっかくあそこまで読んだのに、意地が悪いにも程があります。ふむ、もしかするとこの本はもう最後まで読み終わったのやもしれぬ。元凶から離れる前、最後のページをめくったであろう。拙者が思うに、この聖国の栄章は一冊で完結しないのではないだろうか。まるで安っぽい娯楽小説みたいな売り方だな。続きは下巻を買ってくれってことか。何が何でも結末が見たくなってきました。ふむ、結末か。みんなその続きが気になってるみたいだ。あ、そこにいるのは誰です。おっと、まずい。僕を見てるな。姿勢を正さないと。あなた。僕は道を聞かれるのが好きなアーノルドだ。その名前、役割が丸分かりだな。ではアーノルド、あなたに聞きたいのですが。アーノルドじゃない、道を聞かれるのが好きなアーノルドだ。道を聞かれるのが好きなアーノルド、聞きたいことがあるのですが。何でしょう、お嬢さん。聖国の栄章の続きを知っていますか。どこにあるのでしょう。それなら僕に聞いて正解だ。聖国の栄章は雄夜浄土の聖典であり、3巻まである。残り2冊は王城にある2つの高きところに隠されてるんだ。もし第2巻を探すのなら、高い塔の上まで行かなければならない。高い塔って、あの塔のことですか。そう、あの塔に聖典が保管されてる。向こうの洞窟をよく調べれば、あそこへと通ずる秘密の近道が見つかるだろう。ありがとうございます、アーノルド。アーノルドじゃない、道を聞かれるのが好きなアーノルドだ。美しきお嬢さん、他に聞くことはないかな。彼女がいるかどうか、給料をいくらもらってるか。ありませんね、さようなら。あの夜ガラスは放っておきましょう。向こうの洞窟にある秘密の近道を使えば塔の上へ行けるようです。早速行ってみましょう。ああ、お嬢さん、本当に僕に興味がないと。君があまりに美しいから雄夜浄土の秘密を教えたというのに。あんまりじゃないか、お嬢さん。これもまた一興です。
待て、お前ら何者だ。その様子、雄夜浄土の進化ではないな。いえ、何しに来た。まさか守衛がいるなんて。え、何をするつもりだ。殿下の進化だと。まったく、そのような横柄な質問をしてくるとは、あなたたちの視野の狭さを証明しているようなものです。我が民に自由を与え、古き法則にとらわれぬように。それは雄夜浄土の合言葉。本当に殿下の進化だったのか。なんてことを。皆さん、失礼なことを申してしまい。ほら、もう下がったらどうだ。ええ、今すぐ姿を消します。よし、これが聖国の栄章第2巻でござるな。皆の者、準備はできておるか。おう、出発だ。しかし、雄夜浄土は悪夢のように広がる暗雲に包まれた。蛇竜タスラクが地下へと潜り、海底を渡って王城の上をさまよい始める。え、竜が現れたのか。空が少し暗くなっただけだと思うけど。竜、それは何かを指す比喩ではなかろうか。なるほど。彼女を否定し、その妄想に異を唱えたもの全てが彼女の宿敵である蛇竜タスラクになったわけですね。進化は期待を悟り、救世主に祈りを捧げる。雪を前かかれ。どの芽が出るかしら。こんなミスありえない。やっふー、さらば。はっ、おい、おやおや、よっ。漆黒の従者オズよ、汝の目にした真実によって、この私に道を切り開け。お嬢様は目に見えない欠陥など存在していないのと同じだとおっしゃりたいのでしょうか。皇女殿下は降臨したが、大戦による災いは王城にまで及んだ。や、you
に。やっ、よっ。ハヤテのごとく風向きにした。踊りなさい。
がなくてもいいのよ。急がなくてもいいのよ。だが、ついに彼女は制裁の雷をもってして竜の鱗を貫く。竜の血による嵐の中、彼女は言葉を告げた。でもいいのよ。捕まえた。さよなら。おい。お。だ。お。お。はい。おい。失礼。手のごとく。
かいますか？助けてください。もう今大事なとこだったのに。皇女は最後になんて言ったんだ。今の声どこかで聞いたことあるな。もしかしてまたあのヨガラス騎士のアンちゃんじゃないか。ああよかったです。あれまたあなたたちでしたか。それはこっちのセリフです。またあなたですか。ドドーン。いや、さらば、ハヤテのごとく。このような無様な姿を幾度もお見せしてしまい申し訳ありません。やはり今の実力では立派なヨガラス騎士を演じるのはまだ早いようです。演じる？ええ、恥ずかしながら私は本物の騎士ではありません。最近劇団で騎士役をもらった新人役者で、役作りのため準備をしていたんです。それって胸を張って言えるようなことなのか？皆さんはご存じないかもしれませんが、雄野浄土で演劇とは非常に重要な文化なのです。良き演出は皇女殿下への一番の恩返しになります。へえ、つまりあんたらんとこ特有の文化ってことだな。ええ、そうなりますね。ですので騎士を演じられるのを私は誇りに思っています。あなたたちの皇女殿下はなぜ演劇が好きなのでしょうか？皇女殿下は昔このように言ってました。私のために祭典を催し、荒野で劇を演じよ。私にひれ伏し、英野の栄光と引き換えに純潔の玄武を捧げなさい。おそらく皇女殿下は真の芸術とは何たるかを知っているのでしょう。人間の奥深くに隠された喜怒哀楽を見分けることができるんだと思います。演劇において魂とは感情の凝集と昇華です。なるほど。教えていただき感謝する。おあなたは私のことを騎士と呼んでくれるのですね。嬉しいです。それでは私はこの栄光とともに己の戦場へと赴きます。皆さん、縁があればまた会いましょう。もう会わなくて済むように。今度こそ気をつけろよ。あ、そうだ、扉を開けるための合言葉をお教えしますね。命令に従え、翼を広げて出航せよ、です。出航せよ、だな。おお、本が現れたぞ。
なる父上、母上、ごきげんよう。今日は夕夜浄土の祭典の日。二人には、エミちゃん、その年になってもまだそれを続けるのかい？もう大きいんだから、童話の話を信じるのはやめなさい。でも、そうだ、お母さん新しい本を買ったの。楽器の弾き方が詳しく載ってるから読んでみて。いいわね、より有意義に時間を使うのよ。お母さん、わかった。また戻ってきたな。偶然にもかの邪竜の正体を垣間見たでござるな。はあ、ああいうのすごく共感できるぜ。あたいたちの趣味を時間の無駄だと思ってる人がたまにいるんだよな。おや、あなたは。僕は道を聞かれるのが好きなアーノルドだ。いえ、私が言いたいのは、どうしてまたあなたがここにいるのかです。そろそろ君たちが聖国の栄章の第3巻を探してる頃だろうと思ってね。ええ、その通りですけど。親愛なるお嬢さん、君が僕のためにすることなど何もない。君の美しさこそが僕への一番のご褒美なんだ。だから君が求める答えを今ここに捧げよう。聖典の第3巻は王城の最上階にある。そこに見張りはいるだろうか？ああ、もちろんいるさ。何をバカなこと言ってるんだ。貴重な本を野ざらしにするような国なんてないだろ。つまりそこも夜ガラスによって守られておるのだな。聖典を守るのは進化にとってこの上ない栄誉だ。でもこちらのお嬢さんはきっと聖典を読みたいだけなのだろ。はあ、君はなんて美しい顔をしているんだ。その上知性に満ち溢れている。君の仲間も英雄のような顔立ちをしているし、きっと聖典に秘められた物語を理解できるだろう。大書記官のオズ様が伝えし殿下の偉業は夕夜浄土の宝。あの本を読むたびに殿下が幸せであることを願うばかりだ。またお前たちか。なんだよ、オイラたち皇女殿下の進化だぞ。いいや、でたらめを言うな。皇女殿下が君たちのような小物を認めるはずがない。はあ、まったく、今の自分の発言に責任を持てますか？もう一度言うが、皇女殿下が君たちのような。何時は今誰のことを小物と言った？皇女殿下に、オズ様！夕夜浄土の神家たちにそのような無礼なことを言うとは、守衛の諸君はいささか礼儀に欠けているようですね。ふん、私が自ら選び抜いた神家たちを軽んじるとはね。早々に立ち去りなさい。しかし、
しかしではない。あ、はフィッシュルにオズ、お前ら戻ってきてくれたのか。ひとまずそう思ってくれていいわ。お嬢様は元凶には向き合いたくないが、時間をかけてここまでたどり着いたからには皆様を見捨てるわけにはいかないとおっしゃっています。モナが言ってた通り、この元凶に向き合いたくないんだな。日記を誰かに覗かれてるような気分になるもんな。浅はかね。もし私がたやすく流されるような人物だったら、こんな立派な雄夜浄土この世に存在していないわ。お嬢様はここには別の問題があるとおっしゃっています。問題？何かあったのでござるか？その話はまた後にするわ。まずは用事を済ませるわよ。さあ行こうぜ。本はもう目の前だ。ぼーっとすんなよ。壮大でもろく、巨大で臆病、驚天動地とはこのことね。気分が悪いわ。お嬢様はこれほど大行な元凶は見たことがなく、本人も驚いているとおっしゃっています。ちょうだい。お嬢様、その必要はありません。これはかつてお嬢様が悲しみのあまり手を滑らせて壊してしまった城のおもちゃかと。オズ、それを言わないで。今思い出したわ。私の城は二つの部分が欠けてしまったの。ってことはその欠けた二つの部分を探せばいいってことだな。竜の血による嵐の中、彼女は言葉を告げた。我が民に自由を与え、古き法則にとらわれぬようにと。この王国はそれとは全く違って見える。背後にどのような影が隠されているのか気になるわね。皇女殿下は再び歌い始める。雄夜浄土の聖歌を。出てこい。トン様。
そうなご、うん、雪を前、桜吹雪やっ、うん、すっ、やっはっ、え、急がなくてもいいのよ。どの芽が出るかしら。雪を前、神里流消滅。早手のごとく、さらば、失礼、やっ、え、急がなくてもいいのよ。
踊りなさい。おやおや、ドドーン、よっ、痛い。失礼。糸よ、工作せよ。捕まえた。お、よっ、うん、よし、やっほー、よっ、だ。かかれ。ほっと、た、雪を前。やっ、捕まえた。痛がっちゃいないよ。失礼。すっ、にゃっ、よっ、んっ、き、ま、た、お、ほい、かかれ、た、せ。神下が彼女を拝んだ。すると彼女は私のために祭典を催し、荒野で劇を演じよ。私にひれ伏し、英野の栄光と引き換えに純潔の玄武を捧げなさいと告げた。
急がなくてもいいのよ。急がなくてもいいのよ。痛がっちゃいない。行くぞ。分身の術。神里流。消滅。さよなら。うん。石を拾って城と町を作り山や海を開いた。紺碧に輝く我らが王国は小さくも近畿の楽土である。いい結末になりそうだな。助けてください。なんとなく現れる気がしてたぜ。そう言わないでください。確かに未熟ではありますが、絶対にこれが最後だって予感がしてるんです。
ンちゃん、こんな調子でこれから先どうやって外を歩くつもりだよ。旅には体力と胆力、それから危機意識が必要でござる。体力と胆力が身についたら危機意識を高めるといいでござろう。皆さんのお言葉しかと胸に刻みます。でも今度こそ本当にお別れです。気づきましたか？空は晴れ、海面は穏やかで美しい姿を見せています。このような日を迎えるために私たちは長いこと待ち続けてきたのです。皆さんは私のようなうっかり者が役者になれるのかと疑問に思ったことでしょう。でも信じてください、これは決して偶然手にしたわけではありません。ヨガラスは常に仕事を探しています。仕事、すなわち運命です。私たちは自分が果たすべき役割を見つけるため生まれてきました。あなたたちはまだご存じないかもしれませんが、聖国の栄章とは実は予言書なんです。予言書？あれってお前たちの聖典じゃないのか？ええ、そうです。数百年前、雄夜浄土が不吉な気配に覆われた時、私たちの主は国を治めることに興味を失ったかのように何も行動を起こしませんでした。その後のことです。ある日、大書記官オズが姿を現しました。彼は聖典と心震わす予言をもたらしたのです。その予言は本に書いてあった通り、雄夜浄土の真の幸せが何なのかを示すものでした。だから私たちはいずれ暗雲が消え去ると確信し、今もその日が訪れるのを心から待っているのです。救世主、皇女殿下よ。彼女はきっとここがどんなに幸せな場所だったかを思い出してくれます。彼女のためにも私たちは予言の通りに劇を捧げるつもりです。だから私は立ち上がり、勇士を演じることにしました。幾多の苦難を乗り越え、剣の山と火の海を渡り、彼女に私の真心を捧げるために、あなたは皇女殿下？ああ、さっきお前を助けるときなぜか後ろに隠れてたけど。我が臣下よ、汝の意志は蛇竜の手足を立つに足る強さである。今我は汝の祝福を受けよう。大変光栄に思います。汝はよくやった。騎士の美徳も備えている。さあ行け、準備をして劇の開幕を待つがよい。皇女殿下へと捧げる敬虔な心を私は誇りに思います。雄夜浄土全土を覆う暗雲は皇女殿下率いる従者の私たちが必ずや晴らしましょう。ありがとうございます、殿下、それに英雄たちも。それでは私はこれで失礼します。ああ、そうだ、もし必要でしたら、この先の扉の合言葉は英夜の序曲です。覚えておいてください。おいら、わけがわからなくなってきた。何の芝居をやってたんだ？この場にいる者は誰一人として私の資源を理解できないのかしら。愚昧ね。お嬢様は皆様がバカであるとおっしゃっています。それは訳さなくてもわかります。それから誰がおバカなのかもよくわかりました。ふむ、皇女殿下が前に言っていた用事とはこのことでござるな。なら急ごうぜ、行こう。え、待てって、一体どうなってるんだ。急がなくてもいいのよ。
ここは図書館？私たちどうして図書館にいるのでしょう。ふんふん、苦心し探した我が宿敵よ。無意で軟弱な公女とはあなたのことかしら。バカバカしい、私に勝てると思っているの？先ほどあなたからにじみ出た恐怖と気の迷い、私にははっきりと見えていたわよ。フィッシュルがもう一人いるぞ。あれってお前の影か？影？ええ、確かにそういう関係ね。負けを認めに来たのかしら、エミちゃん。あなた、そこの夜ガラスはオズよね。よろしい、私も長いこと待っていたの。オズという大書記官が聖国の栄章を夕夜浄土に持ち込んだと聞いたわ。おそらくあなたのことよね。恐縮です、お嬢様。なんであいつのことをお嬢様って呼ぶんだよ。ご覧の通り、あの方もお嬢様です。お嬢様である以上、私のご主人様でもあります。違いますか？筋は通っておるな。夕夜浄土とは一度入れば二度と戻れない場所。ここに来たということは私の支配を受け霊属するということよ。オズに至っては私を不快にさせる予言書を持ち込み、愚かな神家たちにその茶番を信じさせた。とはいえオズであることに変わりはない。私のそばに来なさい。フィッシュルはオズと組まないと。お嬢様からそのように認めていただき恐悦至極です。それではお言葉通りそちらへ。オズ、どこへ行くの？向こうへ行っちゃいましたよ、フィッシュル。あなたが飼っていたカラスですよね。今は私を非難してる場合じゃないでしょ。オズ、何を惑わされているの？彼女の言葉を信じないで。夕夜浄土は自由と演劇の聖地でしょ。大間違いよ。夕夜浄土はそんな遊園地のような場所ではないわ。いい？ここは現実を直視できない人のための墓場なの。あなたはここに埋葬される。そして私は共に作り上げた想像上のオズと一緒に永遠に王城で暮らすの。墓場？あなたが一番知っているはずよ。なぜ夕夜浄土に雨が降っているのか、なぜこの楽土には本物の歌声がないのかを。あなたよ、全部あなたのせい。おかしいわね。つまりあなたのせいでしょ、エミちゃん。これほど壮大で虚構に満ちた王国を想像しておいて結局は耐えられないのね。自分が想像したものに動揺していくら逃げようとも自分を変えられないなんて。あなたがここに溶け込めないから私が降臨してその代わりを務めるの。夕夜浄土はもはや私のもの。あなたに指図する権利なんてないわ。私は、エミちゃん、あなたは軟弱な愚か者。この世界を支配するのにふさわしくないわ。出て行きなさい。おい、いい加減にしろ。見事に自分に罵倒されているようですね。あなたずっとこの件で悩んでいたのでしょう。マナ、何ですか？私、まさか負けを認めるわけじゃないですよね。認めたくないけど、彼女の
言う通りかもしれない。いや、考えを整理するでござる。皇女殿下、なぜここへ来たのか覚えておるか。カズハ、拙者は稲妻の剣客で、お主の安全を守るために。そしてここにいる皆は、お主の呼びかけに応じてやってきたものでござる。自分の墓場を持つっていうのもなかなかクールな響きだな。でも残念ながら、雄夜浄土は墓場なんかじゃない。シーン、へえ、友達ができたようね。でもそれで私に勝てるの？私はあなたにとっての恐怖と闇であり、長年逃れられなかった悪夢。私を前にあなたは何もできない。違う、まだまだ負けてない。私こそ真の勝者よ。絶対にあなたを後悔させてあげる。焦らず、一歩ずつ着実に進もう。心を落ち着かせることで勝利につながるでござる。行こう。いざ。し。行こう。し。いざ。マイ。はっ。行こう。私の知っているフィッシュルの大勝利ですね。ありえない。あの悪夢のような図書館から抜け出せるなんて。下がりなさい。今もまだ私が負けると思ってるのかしら。あなた、
あなたは私のことを見下し、弱く小さいと思い込んだ。確かにそのような日々を過ごしていたこともある。だって私は現実を直視できない、毎日夢ばかり見ている臆病な人間だったから。けど今わかった。この元凶を目にした瞬間、あらゆるものを理解したわ。そこにある息を飲むような現像を見たかしら。壮大で美しい、それこそが私の想像力であり力の根源でもある。あなたは傲慢に見えるわ。だって暗いものはいつだってそうだから。でもそれは間違っていた。あなたは完全な公女じゃない。私の影に潜む独りよがりの塵のような存在。あなたこそ負け犬で足を引っ張っている張本人よ。軟弱ゆえにトゲだらけで、臆病ゆえに自暴自棄でごまかそうとしている。そんなあなたこそ私より弱い。さあ返してちょうだい。な、何を。私のものをよ。雄夜浄土、王城、民、それと私の最も大切な仲間オズボ。ああ、お嬢様がこれほど流暢に立派なお言葉を話されるとは。真の公女へと成長されたのですね。よくもそんなことが言えるわね、この裏切り者。いえお嬢様、私がもう一人のお嬢様についたのは、皆様にあることを証明するためです。ご存知の通り、私オズは断罪の公女フィッシュルに付き従います。お二人ともフィッシュル様なのであれば、どちらにつこうと問題はないはずです。しかし私がもう一人のお嬢様についても、お嬢様は自身の身分を見失いませんでした。なるほど、賢い立ち回りでござるな。私の身分。フィッシュルというのは何を意味していると思いますか。ん、これはお嬢様への質問です。フィッシュルは人生の落伍者であり、恐れを抱く臆病者よ。空想の先にある嘘にまみれた不完全な自分に向き合えない人。いいえ、違います。フィッシュルは私。おお、理解がお早いですね。え、それだけ。その方が正しいのです、お嬢様。フィッシュルは断罪の公女ですが、いつもそうであるとは限りません。時に勇敢で誇り高く、時に臆病で弱いところもあります。フィッシュルはまさにあなた自身です。好奇でありながら平凡であり、腕利きの冒険者なのに友達はあまりいない。不思議な王国の公女殿下、フィッシュルとは臆病であって強き者。他人のたわごとを恐れながらも他人に畏敬されることを強く望んでいるお方。そして何より、フィッシュルは常に心の中で自制をし、何度も自分に負けてきました。ですがその度に立ち上がり、自らの歩みを止めてこなかった人です。フィッシュルの名にふさわしい人物はお嬢様を除いて他にいません。この名は複雑でありながら単純な記号であり、夢と自由の素晴らしさを指しています。追従する者がいようといまいと、エミちゃんこそがフィッシュルなのです。フィッシュル、すなわち
無意識に資源を心の中に書く賢き者。我が民に自由を与え、古き法則にとらわれぬように。雄野浄土を作って私たちに居場所を与えてくれたこと、また潜在意識に従って聖国の栄章を書き残し、いずれ光が訪れることを信じさせてくれたこと、感謝いたします。さあ殿下、暗闇を受け入れ元の姿に戻りましょう。元の場所、つまりフィッシュルの心に戻ったみたいですね。来たか、皆の者。おお、この感じ。あ、我が神家たちよ、聞こえたかしら、私の呼びかけが。うむ、聞こえたでござるよ。全く、元気になった途端すぐ騒がしくなるんですから。オズの言う通り、今日は私が真の心を取り戻し、雄野浄土へと再び君臨する偉大なる時。今をもって宣告する、雄野浄土へようこそ。めでたしめでたし。ある嵐の夜、少女は図書館の中で進むべき未来の道を見つけた。少女は自身に言う。自らの夢の国を作ろう。石を拾って城と町を作る。山と海を開くのだ。そして同じ夢を持つ全ての魂にこう伝えた。全ての非現実的なものに誇りを持て。我らはその世界よりも上にある。なぜなら紺碧に輝く我らの国は小さくも近畿の楽土である。今日は本当に素敵な日だわ。自分を取り戻すことができ、真の皇女になれた。それに雄野浄土が本当に現れるなんてね。とはいえ、心の中に潜むネガティブな感情が消えないことは理解してる。大丈夫、この弱さを抱えながらでも戦っていける。だって私はもう気づいたから。手にしたものがこれほど特別で素晴らしいものだってこと。フィッシュル、外の劇場が完成したみたいだぜ。見に行かないか。パイモン殿、どうかお言葉にご注意ください。おう、分かった。皇女殿下、よかったら見に。神今日は雄野浄土に。お嬢様がおっしゃりたかったのは、皆々が持てる限りの熱意を捧げ、夜の聖地がこの世に降臨することを祝祷。いいから、フィッシュル語に逆翻訳しないでくれ。このような国でしたら演劇もきっと面白いでしょうね。私が気になる謎ももうすぐ解けそうです。そうだ、オイラたちまだやり残したことがあったよな。じゃあ皇女殿下に、オズ、また後でな。承知しました、また後ほど。もう一回銀遊野郎に連絡してみようぜ。Thank you.
もしもし。あれ、金融野郎じゃないのか。そっか、私たち会ったことなかったわね。島の外にいる人と連絡したいんでしょ。でも今はまだダメだから、あなたの通信を遮断させてもらったわ。え？人に聞くよりまずは自分で調べて答えを見つけた方がいいでしょ。深き夢を表す不思議な幻境は人間の心の本質を映し出すものなの。自分の目で全て見極めてみなさい。物語が終わった時にまた感想を聞かせて。おい、今の誰なんだ。おかしいぞ。なんで今の人、オイラたちと銀融野郎の連絡を遮断できたんだ。それにどうしてお前の感想を聞きたいんだろう。ダメだ、オイラには全く意味が分かんないぞ。なんか怖くなってきたな。でも安心しろ、どんなことがあってもオイラがお前を守ってやる。そうですね、今回の作戦は。行きましょう。ソーランの憩い。痛がっちゃいないよ、リトよ。工作せよ。雪を前、立った。私についてきてください。見切りました。無我の境地。はっ、やっ、ひゅっ、はっ、てっ、失礼。さ、うわぁ、よっ。行こう。おっ、やっ、おい、お、逃げ道はありません。ここより、弱滅の時。心を。
それ。パ。おい。見切りました。やっはっ。はっ。あれ狂いなさい。裁きの雷、無我の境地。はっ、ストップ。やっ、ふっ、せっ。ふっ、さっ。やっ、深海のカバ。はっ、はっ。ふっ。せっ、はっ、はっ。ひゅっ。ここより、弱滅の時。せっ。神里流、消滅殺風霊物。えっ。やっ。失策です。見切りました。たっふんにゃっふっぱよっよっよっおいふんふんさよなら行こう。はっやっ稲光すなわち永遠なりてっふんたっやっせっ桜吹雪。はっはっ。